第二ではなく第一なので、で私がそんなに英語が苦手なので、で他の第二外国語が英語の国はやっぱお互いが言葉を探り合ってお互いに理解し合おうって思うんですけど、アメリカ人結構諦めるのが早くてもう分かんなかったら流されます、流されるし、分かるようになんか言い直したりなかなかしてくれないなっていうのが面白いなと思いました。ポートジャーニーで結構いろんな都市に行ってアーティストがやり取りするのを見てるんですけど、日本ほど親切なところないですよね。みんな大体放置されて、そう、苦しんでるなみたいなのを見ることが多いと思いますが、チェコに行った方からでどうですか、そう彼女は。多分今に思えばチェコはものすごく手厚かったんですよ。私は横浜で暖かい環境になりすぎていたので、私のプロジェクト、プロジェクト、アートプロジェクトに今回の展覧会も参加していただく形で、朝の時間帯に、朝食を通して皆さんでコミュニケーションを取っていただきながら、
ワークショップにも参加していただいたり、自由にいろんなプラクティスを行っていただくというそういった、イベントを開催しますので、お近くの方はぜひ、日曜日も午前中8時半からやってますのでいらしてください、はい、フィンランドのことはもういいですね。東アジアに出張して帰ってきたばっかりでお腹を壊してる柳原光司さんがいらしてるので、はい、お腹を壊した話してもしょうがないんで、僕、ベトナム行く前は、3週間ぐらいパリに行って、リア王の衣装、シェイクスピアのリア王の衣装を作ってたんですけど、そのコミュニケーションの話ですよね。僕もやっぱり大したことないんで、英語がなんかやっぱりそのこう自分なりに分からないんだからもっと話せよオーラと、あとはやっぱりイラストとかなんかそのとにかく伝え合えればいいっていう発想で、割と言語とそのビジュアルを駆使して、伝え合うっていうのを、なんとかかんとかしながら15年ぐらい海外でも衣装とかの仕事をこうやってきてるんですけど、なんかそういうのとかもあんまり通じない感じでした。いやでも絵はやっぱり伝わります。こんなことやりたいっていうのを最終やっぱり書いてですよね、だからなんかもうなんていうの、最初からこう武器をある程度持ってれば割と大丈夫だったりするのかななんて、なんか話聞きながら思ったりしました。なんかアーティストの方ってすでにそれがあるから、そうですね、そういうすごく強いですよね、語学ってやらなくて伝える手段を持ってる。だからアーティストは基本的には例えばフランスで仕事フランス語喋れますかって聞かれますし、英語圏で仕事英語喋れますかって聞かれて、大して日常会話ぐらいしかできないけど、基本喋れますって言って、何でも挑むべきかなっていうのをすごい思ってます。はい、まだいい？え？あ、5分ぐらい。新潟出身のスイス人がいるのでちょっと意見、感想を聞きます。アレックス、と申します。で僕はそばデザイン、2人、スイス人、東京でなんかグラフィックデザインをやってます。で僕のパートナー今チューリヒにいるんだけど、私たちゾーの花とポートチャナのグラフィックをやってます。そういう僕アメリカ行ったことないんだけど、結構いろんな国旅行ったんで、なんか僕ちょっとなんかスイスで結構みんな、なんかフランス語、イタリア語、ドイツ語とか少し勉強してるから、多分スイスでちょっと違うと思います。で僕も結構いろんな国に旅に行った時、やっぱりアメリカ人に会うと、フランス人も結構似てるんだけど、なんか英語しか話すことできない人はなんかちょっとたまにちょっと失礼のイメージがある。やっぱりなんかみんな英語喋るなって思ってるから、ちょっと、いやでもフランス人も結構似てる。でも少し頑張れば、なんかそういう少しだけそういう最初のやハワイとか、マイミスとかレベルとかなんかから始まると、多分もうちょっと残るかな。いやじゃあ最後に国際局の原田さん、横浜市の国際局の原田さんが新婚ですので、
こういう授業どうですか。はい、進行は関係ないんですけど、あの横浜市国際局の花田から林になりました。よろしくお願いいたします。あのそうですね、あの今あの言語の話をされていたのでとても興味深かったんですけれども、私も割とハッタリで、あのできるふりをして国際局にいますので、やっぱりまあ、皆さんアーティストで活動されていると思うんですけども、まあ、それに限らず、あの物おじせず、あの分からなくてもぶつかってって話したりすることってすごく大切だなというふうに思いますので、あのせっかく皆さんいろんな国で交流されてますので、その言語が一つの障害と思わずにぶつかっていっていただければいいのかなと思います。この授業どうですかね。はい、私は以前創造都市推進課というところにいましたので、今までもアーティストさんの交流について応援してきましたが、今国際局で主に姉妹都市ですとかパートナー都市の交流を支援しているんですけども、やはり都市間の交流というのは、それを都市間の都市と都市同士の交流をつなぐというのは文化活動が本当に一番つなげやすいというのがありますので、こういった芸術活動をもっと広めていって、それで都市と都市が仲良くなっていけるようにいいなと思ってますので、これからも皆さんに期待といったらなんか偉そうなんですけども、皆さんと一緒にやっていきたいと思いますので、これからも楽しみにしています。